はい、上チャンネル、上ちゃんです。ハイエースベースのバンコンから、このライトキャブコンに乗り換えてから、外観からキャンピングカーって分かりやすいんで、結構声をかけられるようになりました。その中で質問よくされるんですが、維持費はいくらですかっていうのが多いですね。どれだけの維持費を我慢すればキャンピングカーが持てるかっていうところが、結構ネックで悩まれてるような感じがしました。でもね、違うんですよ。どこが違うかっていうと、キャンピングカーって普段の生活さえガラッと変わって、工夫次第で削減されるコストもあるし、プラスアルファの良さもあるんで、この動画ではかかる費用に加えて、削減コストや時間的なメリットをテーマに解説していきたいと思います。最後に変わった使い方もご紹介したいと思います。はい、それではハイエースベースのキャンピングカーバンコンからコンパクトなキャンピングカーライトキャブコンへ乗り継いだ5人家族のサラリーマン私上ちゃんがキャンピングカーの家計簿と題しまして、キャンピングカーの気になるお金について2つ、もう1つ時間的なメリットを加えて3つで分けて説明していきたいと思います。一つ目、いくらかかるのっていう話なんですけど、結論から言いますと、車両価格と燃料費以外は一般的な車とそう変わりません。現在の車種によっては変化がないかもしれませんね。念のため、費用の内訳ですが、まずは車両価格。これはちょっと高いなと思いました。でも、キャンピングカーは800万、1000万からすると思ってたんで、予想外の価格で購入することができました。私が購入したライトキャブコン、カービィタイプ DC は、定員6名、就寝5名のサイドオーニング、バックカメラ、その他いろいろついて、走行距離が2万キロの乗り出し410万円、の中古取得でした。これには車検、税金合わせて14万が含まれております。確かオプションなしの新車も400万ぐらいからだったと思います。どうでしょうか？ライトキャブコンは本格的なキャブコンやバスコンと違ってサラリーマンでも手が届きそうなんですよね。新車か中古か、これはお財布と相談かと思います。私の場合は自分に合った条件のものをインターネットで検索して、陸送費を抑えるために兵庫県から神奈川県まで取りに行きました。次に維持費ですけども、これにはいろいろありますが、多いのでさらっと行きます。車検費用は8ナンバーで2年に1度、14万くらいでした。自賠責保険、34,900円と重量税24,600円が込みで入ってます。任意保険は私の場合、対人対物無制限、車両保証100万円つけて、年間4万円程度です。自動車税が年1回、31,600円、駐車場は自宅駐車しているので、ただです。そして気になる燃費ですが、レギュラーガソリンで、リッター7キロっていうところです。ちょっと待ってください。リッター7キロということで、拒絶しないでくださいね。以前がガソリン車のハイエースのキャンピングカーだったんで、それはリッター6でした。そこから比べると私の場合はちょっと燃費が良くなったというような感じです。ただしほとんどの方は燃費が悪くなるんじゃないでしょうか。なのでぜひこの後の説明も聞いてみてください。どうでしょうか。維持費の方は結論はあまり変わらないっていう人が多いんじゃないでしょうか。車両価格燃費以外はねっていう感じですよね。なので二つ目、削減される費用って何っていうことなんですけど、キャンピングカーならではのコスト削減や個人個人で変わってくる部分もあると思いますんで、あくまで一例ですが、うちの場合を例に挙げて説明させていただきます。旅費。はい。まず、キャンピングカーで削減される費用でイメージされるのがこれやと思います。5人家族での旅行の予算っていくらぐらいなんでしょうか？ネット調べでは年に1、2回の旅行、一泊旅行で、10万から15万くらいの方が多いようです。キャンピングカーでも燃料、高速、レジャー費はどの道かかるんで減るのは宿泊費です。上ちゃん家では週末はテントキャンプばっかりだったんで、旅費の削減効果については正直あまりピンときていませんが、過去の例を一つ挙げますと、兵庫県初の広島観光、日程が余ったんで、島根の出雲大社や鳥取の水木しげるロードも回って、5人家族の4泊5日で6万円程度でした。移動は900キロ程度。多めに見てレジャー費1万5000、ガソリンが2万円、高速料金が1万5000、その他もろもろ1万円って感じです。どうでしょうか？安いでしょうか？高いでしょうか？他に何があるかと言いますと、それは食事です。上ちゃん家ではこれが意外と効果が大きいんですが、一般的な車のお出かけを想定すると、昼食をフードコートやハンバーガー、丸々セット、5人分でざっくり3000円ですし、もちろんジュースや間食なども含めるともうちょっとするんですね。うちはキャンピングカーでないときは土日それぞれ5000ずつくらいで月に4万くらいのお金を使っていました。もちろん今でも時々、ハンバーガーは大好きなんで行ってます。これがキャンピングカーとなれば車内でご飯を炊いて、缶詰や惣菜を利用して、1食700円くらいで収まります。1食で見ると4000円くらいの削減ですけども、これは頻度が高いんで、同じ計算だと月間3万2000円の削減となります。足を伸ばしたお出かけで昼食、夕食の2食となればさらに効果は大きいと思います。食事の内容や様子は別の動画でもちょくちょく出してますんで、こちらの動画のリンクを説明欄と番組最後に貼っておきますので、よかったらご覧ください。あとオートキャンプ場での料金設定が車1台、テント1張り、タープ1張りというように個別で料金設定されているところで、車1台分でいいよって言われたことがありました。それはテントとタープ料金がお得になったっていう感じですね。じゃあかかる費用から削減される費用を引けばいいのと、差し引く話なのっていう話なんですけど、まあそうなんですけども、もうちょっと喋らさせていただきたいんです。それは3つ目に時間です。We're telling us.
これも端的に言うと工夫次第で時間短縮になるものがたくさんあるということです。例えば先ほど挙げた食事の話ですが、お昼を挟んだちょっとしたお出かけでも炊飯するのってちょっと面倒だなと思いませんか？そんな時は自宅の炊飯器のご飯を大皿に持ってラップして持っていくだけなんです。なんだそんなことかと思われるかもしれませんが、わざわざお弁当やおにぎり用意する時間と比べるとはるかに時間短縮になりますし、車内にお水も常備してますので水筒を持っていく必要がありません。なのでスムーズに出発ができます。これはダイニングにあるテーブルや食器があるからこそなんです。では旅の場合はどうか。旅先の予約は不要ということはもちろんですが、観光地に前日入りして早朝から観光ができるんで混雑する時間帯を避けられます。並ぶ時間はほとんどなくて、有名観光地をゆっくりと見て回ることができるのがほとんどです。朝活ですね。また旅行の往復の運転についても、渋滞する時間帯にはサービスエリアで止めて車内でお茶をしたり食事をしたりテレビ仮眠などをしてゆっくり過ごして、渋滞が解消された頃を見計らってさっと移動するようにしてます。その他にもオートキャンプ場での設営撤去が不要だっていうのはもちろんですが、仕事の繁忙期には職場の近くで宿泊して通勤時間の短縮を図ることもできます。釣りやスキースノーボードをされる方はまた違ったメリットもあると思います。上ちゃん家には他にも便利だなと思う使い方があるんですが、ちょっとどう思われるか不安ですが、いくつか紹介したいと思います。混雑が予想される今人気のラグビーの観戦とか、オープン早々に売り切れるような早朝グルメも、うちの場合は朝から出かける準備をしてたら間に合わないんで、近くても前日泊しています。あとは子供の運動会ですね。結構街が多いんです。最近は親子での食事が別々になるので、親は一旦食事をしに自宅を往復することになるんですが、お父さんお母さん方は一旦運動会の会場から歩いて家に帰りまして食事をしてまた戻ってくると、結構遠いんです。そこで前日に学校近くのコインパーキングに停めておいて休憩所代わりにも使ったりもします。あとは今回のようにこの動画を撮ったりも便利ですね。このようにキャンピングカーにはかかる費用もあれば、工夫次第で削減される費用や時間的な恩恵があります。今後もキャンピングカーアウトドアを中心にできるだけ癖のある我流の情報を発信していきます。今後に興味を持っていただけた方は、お見逃しのないようチャンネル登録後にチャンネル登録ボタンの横のベルのマークから通知設定をすべてに選択してみてください。不定期更新ですが、きっちり更新の通知が届くと思います。はい、ということで今後も上チャンネルをよろしくお願いします。それでは以上、上ちゃんでした。バイバイ。